今日もご精が出ますね、桐生さん。そう思ったんなら声をかけねえもんじゃねえのか。これ式で雑念が入るようでは修行と言えませんよ。なかなか手厳しいですね、花輪さん。この人はただの居候ですから、住職もどうかお構いなく。お気遣いありがとうございます。次の仕事が入りました。コードネーム上流としてのね。仕事ならこの間用心棒に行ったろ、荻窪豊の孫娘のとこに。何ヶ月前のことですか。あと荻窪先生は我々大道寺一派の中でも指折りの実力者、呼び捨てはご遠慮願います。会ったこともねえのに先生は無理だ。伝説の極道だったとはいえ、あなたはもう少し立場をわきまえるべきでは。ここでずっとタダ飯食べてるだけでは居心地も悪いでしょう。俺はあんたらの秘密を墓まで持っていくと誓った。はい。大道寺稔ってフィクサーが戦後から死ぬまで政治経済を裏で牛耳ってきた歴史、そいつを蒸し返されたくなきゃ俺らはお互いに犠牲を払う必要がある。俺は自分の死を偽装して人生も名前も捨てた。あんたらは俺の飯代だけだ。ただ飯食べてるだけってのは言い過ぎじゃねえのか。飯代以外に朝顔へ援助していることもお忘れなく。沖縄のあの児童養護施設はずっと資金なんですよ。大道寺からとバレないよう匿名の口座をいくつも使ったり手間をかけて寄付してます。大した額じゃありませんが、急に打ち切ったら子供たちが不憫ですよね。なかなかいい勝負ですな。仕事は年に数回の頼みです。それにあなただって我々に敵でないと示し続けた方がいいはず。約束とはお互いの信頼によって支えられます。そして信頼は日々のコミュニケーションによって育まれる。はあ、ご心配なく。例によって簡単な任務ですよ。汚れ仕事でもない。これでもあなたのことは特別扱いしてるんです。敬意を表してね。さて今回の任務を端的に言えば密輸の警護です。その時点でもう違法に聞こえるな。元極道が固いことを。別に誰かを傷つけたりするものじゃありません。依頼主は某アジアの独裁政権下で反政府組織をまとめるリーダー。我々の目には自由を求める革命家ですが、その国ではテロリストとされています。テロリスト。彼は日本で調達したある物を軍資金として自分の手元へ取り寄せたいと考えました。そこで我々大道寺一派がその輸送を手伝うことに。そんな話で俺に何ができる。まあ聞いてください。彼は物の輸送をまず CIA に頼りました。共に独裁者を認めず自由を愛する同志ですからね。そして CIA はこの手の大掛かりな闇仕事を大抵我々に相談してくるんです。具体的には有望な革命家の物を日本から送ってほしいと。ただし日米が関与した証拠は一切残さずに。物ってのは。大量の金塊です。今時紙幣でも仮想通貨でもなく、おかげで人手がいります。なるほど。あなたの任務はその金塊を船に乗せるまでの警護です。現場には私や一派の他のエージェントも大勢います。結局桐生さんは持ち場に立っているだけでいい。
簡単な仕事でしょ。大道寺ってのはもっと愛国心がどうのって集まりじゃなかったのか。ずいぶん俗な仕事をするんだな。ですがこれは大道寺の組織力あっての仕事でしてね、金塊の輸出というのは法律上面倒なんです。そこを一派の有力者たちが様々な便宜を図ってみせる。 CIA や革命家は感謝を形にしてくれるでしょう。そうかい。表に出せない金はこういった手段で稼ぐんです。それが大道寺一派の力となる。一見優雅に泳いでいる白鳥も水面下では必死に足をバタつかせているものです。ここでそんな話罰当たりじゃねえのか。さて、私は最近耳が遠くて問題ないようです。どっちにしても気乗りのしねえ仕事だ。あなたに他の予定はないし、ここ以外の行き場もないはずですがお忘れなく。もしあなたがここを離れ世間に桐生一馬が生きていたと漏れれば、我々は約束を破られたものとみなします。その時ペナルティを受けるのはあなただけじゃありません。あなたが人生を投げ打って守ろうとした大事な人や子供たちも。その話は聞き飽きてるし十分わかってる。そもそも俺から言い出した約束だ。わかっているなら結構です。では仕事の話を続けても構いませんね。今物を乗せたトレーラーがこちらへ向かってます。そうか。とはいえまだ少しかかりそうですね。リラックスしていただいて結構ですよ。物を船に乗せるまで1キロ四方にいる者は全員グルです。彼らも大道寺のエージェントたちです。猛者揃いですよ。あなたはここで一緒に立ってていただければそれで十分。秘密の取引なんだろう。その割に警備が多すぎる。報酬の大きい仕事ですから、クライアントの手前しっかり仕事してる感は出さないと。はあ、俺らはそのためにかき集められたのか。私は他を見回ってきます。一人で大丈夫ですね。連中は俺のこと知ってんのか。いえ、単に同僚の一人としか知りません。彼らもお互いコードネームで呼び合っています。うっかりご自分から素性を明かさないように。お前は確か上流だったな。何かあったのか。いや、そういうわけじゃないが。ならさっさと警備に戻れ。いくら楽な任務とはいえ気は緩めるな。怠慢が原因でしくじってみろ。どんな処分が下るかわからんぞ。これをやるからキュッと飲んで気を引き締めろ。ああ、了解した。上流だったな。どうした？何か問題か？何をしてりゃいいのかと思ってな。今は待機だ。楽にしてていい。しかしお前なんか妙に貫禄があるな。前はどこで何をしてた？別に言うほどのことは何も。ま、大道寺にいる時点でいろいろお察しか。お互い様ってことにしておこう。
おい、どこに行く気だお前。いや、ただ立って待ってるだけだったんでな。勝手に持ち場を離れるな。この一帯は俺が配置を割り振っている。従ってもらおう。分かった。やっぱあれだな、昔どんだけ偉かろうが年食うと惨めなもんだ。あの堂島の竜でもな、桐生一馬、東条会の元四代目会長。もう3年前か。あんたの死を偽装するとき、実は俺も一枚噛んでいてね。面倒な仕事だったよ。まだ礼を言われてないな。どうした？別に隠さなくていい。俺たちは今同じ組織にいるんだし、たかがヤクザ一人、生きてようが死んでようが実際誰も構えやしない。それより俺は興味があるんだよ。伝説の極道っていうのが本当に強いのか。要は町一番の喧嘩屋さんだろう。例えば俺たちみたいな本物相手でもやり合えるのか。なるほどな。何がだ。持ち場に戻った方がいいのか、それとも喧嘩を買ってやりゃいいのか。俺はどっちでも構わねえ。よし、そう来ないとな。お前、相手がヤクザだからってあんまりいじめるな。少しは手加減してやれ。伝説の竜がそんな弱いわけないだろう。もしそうならこいつこの先どんな顔して生きていけばいい。はあ、本当にそうだな。よーし、いいな。じゃあ最初はゆっくりと右のパンチから行くか。間違っても一発で倒れるなよ。行くぞ。この野郎ぶちのめせ。おふん、聞いてたより楽しい仕事じゃねえか。お楽しみだったようですね、皆さん。ではそろそろ持ち場に戻っていただけますか。幸いトレーラーの到着が少し遅れているようです。皆さんのおたわむれには目をつむっておきますよ。あなたもテクニカルな格闘が板についてきましたね。どうです、合理的に敵を無力化するのは。ストリートファイトよりスマートでしょ。寺ごもりの暇つぶしに覚えただけだ。今の喧嘩もただの暇つぶし。この先の俺の人生もな。
喧嘩を生きがいにしてた人の気持ちは分かりかねますね。だったら余計な口挟まねえことだ。以後気をつけましょう。上流。ええ、はい。ところでいいのか、俺の素性はもうみんなにバレたみてえだぜ。問題ありません。外部に漏れさえしなければ。あんたは時々大道寺って組織を過信しているように見える。組織に完璧なんて求めてもいませんが、それでも東城会よりはマシでしょう。ん？2年前にカムロ町の浄化作戦で一掃されましたね。都知事は産経作戦と銘打って、あの時は東城会の会長や幹部たちが真っ先に失踪。今では代わりに関西の近江連合がカムロ町を乗っ取っています。その引き金を引いたのは東城会の一幹部に過ぎなかった荒川真澄。たった一人の裏切り者によって崩れた東城会は本当に脆弱な組織でした。我々もせいぜい学ばせていただきましょう。一応言うと銃返ってくんな、あんた。ではこれ以上悪く言うのはやめておきます。あなたが組員として人生の大半を捧げた組織ですしね。俺だけじゃねえさ。俺にとって大事な人たちはみんな東城会と切り離せない人生を送ってた。それが煙みてえに消えたなんて、どう言われても実感が湧かねえ。これを言って慰めになるか分かりませんが、うん、ヤクザが大っぴらに生きていける時代はもう終わりました。あなたがいたところで東城会は消える運命だったと思います。今関西から押し寄せている近江連合にしても、いずれは同じ末路でしょう。時間の問題です。あんたの言う通りだった。何がです？確かに何の慰めにもならなかった。それは残念です。トレーラーが入ってきた。予定より10分遅れた。了解しました。周囲に異常は？トレーラーを先導するバンが一緒に向かってきてる。問題ないか？トレーラー以外にも車が？ああ、黒いバンだ。トレーラーはその後ろについて走っている。では2台ともすぐに止めてください。トレーラー以外の入場は計画にありません。止まれ止まれ、こっちだ。予定と違う客か。おい、こいつらなんだ。コンテナに物はなし。取引は中止。繰り返す。取引中止。現場にいないものは即時撤収。
上等だ。兄貴、こいつが花輪ですわ。おい、手貸せ、行くぜ。さらうのが本当の狙いだったのか。金塊運びはそのための茶番。何者だ。お前まさか。一体何が。考えるのは後だ。立てるか。奴ら、私をさらおうと。でもなんで。花は。ええ。自分の身は自分で守ります。できるだけ。ああ、よく言った。時間切れや。大丈夫か、花は。生きてるな。ええ、なんとか。怪我は。それより、我々も早くここを脱出しないと。すぐに警察や消防が来ます。我々は彼らに見られるわけにはいきません。そこまで頭が回ってりゃ大丈夫だ。花輪さん、賊は全員逃げていきました。こちらの怪我人は多数、3人が死亡です。何。そうですか。急げ、もうそこまで消防が来てる。
闘で死んだエージェントの一人、あなたに喧嘩を売ってきたものでしたよ。因果応報ということでしょうか。死んだ3人は金属バットで派手に頭蓋骨が陥没していたそうです。最初から相手が死んでも構わないという殴り方だ。死体はどうした？始末しておきましたよ。この先も表に出ることはありません。こういう時のために死んでも騒がれない人間が使われているんです。あなたと同じようにね。そうか。お前まさか。キリュウ、どうしました？いや、何でもねえ。花は、夕べの目出し帽たちが誰か当てはついたのか？疑わしいのは今回の密輸を持ちかけてきた依頼主ということになります。例の某独裁国家の革命家ですね。なぜなら彼と CIA 以外、事前にあのトレーラーへ兵隊を潜り込ませることはできません。そして敵がもし CIA だったなら、私なんかをさらうのにあんな手間をかける必要はない。革命家。ところが改めてその革命家に問い合わせたところ、全面的に否定されました。金塊密輸の話自体が寝耳に水、 CIA に物を頼んだ覚えもないと。どういうことなんだ？我々の仮説としては、全く正体不明の何者か、ミスター X が革命家になりすまし、 CIA に茶番の密輸話を持ちかけて我々を引きずり出した。その目的はなんと、この私をさらうこと。あんたを何のために？それがさっぱり。私は組織のしがない末端で、大掛かりにさらうような価値はありません。ミスター X に話を聞かなければ、昨夜起きたことが何だったか分からずじまいでしょう。今大道寺一派の総力を挙げて探しています。これまでのところ手がかりはゼロですが。しがない末端のために大道寺が総力を挙げると思えねえが。痛いところをついてきますね。確かにそうです。ですから私としては、他の線からも独自に調べを進めようと思った次第です。それで今日はこちらへ伺いました。ん？キリュウさんはお気づきだったか。目出し帽のうち何人かは和彫りの入れ墨を入れていたんです。特に死んだエージェントを襲った般若の男にはこれ見よがしなのだね。俺は見てねえな。そいつとは勝ち合わなかったようだ。入れ墨は見事なものだったそうで、それなりの組に入っている極道ということでしょう。つまり横浜には古くから青龍会という組があります。彼らが昨夜の襲撃に加わっていたのかも。少し様子を伺ってきてもらえませんか？もちろん事務所の外からで結構です。いや、入れ墨の奴がいたからって地元の極道とは限らねえ。ミスター X に繋がる線としちゃだいぶ薄い。ええ、もっと有力な線は他のエージェントたちに追わせてます。ですが極道を調べるならあなたが適任ですよね。私は真実を早く掴むためにできるだけ多くの線を追いたいんです。なるほどな、分かった。いいんですか？その代わり俺もミスター X の正体に興味がある。何か情報が来たらこっちにも教えてくれ。珍しくやる気ですね。もしかしてまた私が襲われないかと心配を？だとしたら感激です。まあそうかもな。どうも違ったようですね。ともあれ気をつけてください。青龍会にもあなたの顔を知る極道がいるかもしれません。とりあえずは事務所に異常がないか遠巻きに見るだけで結構ですよ。